信じるものはてめえで決めろ。突如白ひげ海賊団の頭上から現れたインペルダウンを脱獄した海賊たち、麦わらのルフィ、革命軍のイワンコフ、かつて七部海であったクロコダイル、ジンベエ、その中には白ひげの昔なじみの姿もあった。ジャハハハハ、世界を覚悟しろい。この戦争で麦わらのやつなんかあっという間に目立っちまいやがったぜ。キャプテンバギー、俺たちだって負けてらんねえぜ。さっさと白ひげの首取っちまいましょうよ。おともやられでか。あとは言ってもこのイカれた戦場はどうだ。おい、海賊も海兵も有名人だらけじゃねえか。おい赤っ腹な。誰が赤っ腹じゃ。くらぐわは白ひげ。誰かと思えばロジャーんところの小僧じゃねえか。懐かしいな、生きてたのか。ダメだ、見つけられた、殺される、終わりだ、逃げるしかねえ。あの白ひげに話しかけられてる。やっぱあんたも伝説の住人なんだ。人ごとだと思いやがって。いや、もう帰りたい。首を取るのは構わねえが、おめえその後海軍をどうする。あの数は手に負えた。どうだ、一つ海賊同士手を組んで海軍を潰さねえか。俺の首はその後にしろ。ちょっとちょっと、あんたどんだけ実力が折れてんすか。白ひげにまるで同格だ。まあ本気出せばな。マジっすか。鳥肌鳥肌。俺ならやれる気がしてきた。いいぜ白ひげ、手を組んでやる。何様。そう、我らがキャプテンバギー。呆れるほどちょろい男だよ。赤っ鼻はともかく、後ろの囚人たちは結構な弾だ。やばいか。敵に回すとめんどくせえ。凍りついた海で戦う海賊たちを赤犬の流星火山が襲う。マグマの玉に焼かれ海に落とされながらも互いを助け合う海賊たち。しかし容赦なく降り注ぐ炎の雨は氷上の全てを焼き尽くしていくのだった。しまらんが、始めろ赤犬。流星火山。ちくしょう、俺たちの船が。何十年も白ひげ海賊団を支えた船、モビーディック号かだ。すまねえ。